たペルシャ史を織り交ぜながら人々に自分が思うような思想を投げかけていった。ロムユーチューバーイサオです。本日は村山さんをゲストにお迎えしました。東京外国語大学博士課程に所属している村山です。研究分野はペルシャ文学と宗教学ということで、イランの現代知識人の宗教思想を研究しています。村山さんが専門で研究していらっしゃるシャリアティについて伺いたいんですけど、はい、まずその前にこうイランの現在の状況を簡単に、はい、私たちがイメージするイランっていうのは、1979年イラン革命っていうのが起きて今の政権に至ります。その前はですね、パフラビー朝といいまして、親米政権の王様が、アメリカ大好きな王様がずっと政権を握っていたんですが、だんだんその不満が募ってきて、79年に革命が起きてホメニがやってきて今のイランイスラム共和国体制に至ります。最近はアメリカとの核をめぐってですね、今制裁とか受けていて、ちょっと日本にいると今のイランのマイナスのイメージしか持たないようなニュースが流れてきているのが現状かなって感じですね。ちょっと危ない国って怖い国みたいな話はされると思うんですけど、実際行ってみてなんか印象が違うみたいな話を。私がいたのは大学2年生、学部2年生の時にイランに行ったんですけど、そこに行ってみて、日本にいるとイランちょっと怖い、危ない国、聖職者みたいながいっぱいいるイメージがありますけど、全然そうではなくてですね、人もすごいあったかいですし、ものすごく日本人と感覚が似てる感じがすごいしましたね。感覚が似てるっていうのは日本人のどの感覚とかあるんですか？そうですね、と一番自分が感じたのは、その人にもてなすっていう、会った人にはものすごくその人に気持ちを持たせてさせることが、美徳みたいな感じなので、ものすごく会った人にもてなしたりですね、日本だと本音と建前みたいなのがあるじゃないですか、イランだともうそれがかなり激しくなってしまってものすごく本音建前の世界だったりですとか、あとご飯も日本もお米ですし、ご飯ですし、イランもメインはご飯なので、なんかそこもすごい似てるなとか思ったりしますね。じゃあ結構似ている感覚が多いところ、はい、そうですね。いかに僕たちがテレビのイメージに惑わされてるかっていうのがあると思うんですけど、今まで親米政権だったのがイスラム教シーア派の政権にガラッと変わったと思うんですけど、天気とあってイスラム革命の知識的な任せましたそれが私が今研究室につながるんですけど、私の経験から話すと、イランに実際に行ってみて、前にもちょっとイメージしたイランと違うので、今のイランがどうやってできたんだろうっていうのをちょっと考えてきて調べたんですね、でそうすると、その79年のイラン革命が起きて、で、その時にホメニがフランスから戻ってきて革命を成就したって言われてるんですけど、革命と同じような形でアリ・シャリアティっていう人が、人々をイラン革命のイデオロギーですとか、なんか思想的貢献を果たした人物っていうように言われているのを知って、シャリアティってこの人なんだろうなっていうのをこう調べ始めたんですけど、60年代革命前の親米政権のイランでは上からの西欧化って言って、イランの社会から宗教の色をだんだん薄めようとする政策をフラビー朝が行っておりまして、なんでその若者たちもそこ流れていくわけですよね。でそこに向けて、いやいや自分たちの宗教はシーア派だし、今自分たちに見合うような形で宗教を解釈していこうぜっていう風に、分かりやすい言葉、イラン人の人々が分かって、しかも共感を覚えるような言葉で訴えたのがシャリアティっていう風に言われています。なるほど。一般的にこう革命を扇動するようなこう思想というか作品っていうのは結構評論というか、一番分かりやすいの例ですとか、マルクスの共産党宣言とか、そういったのがイメージされると思うんですけど、シャリアティの場合はどうやら違うらしいんですが。そうですね、その自分たちのアイデンティティはシアとか、そういうのもあるんですけど、やっぱそこをそれを頂点に訴えるために、イランだと日本よりもはるかにペルシャ文学の地位が高いというか、知識人の
の中でもどれくらいペルシャ文学とりわけ、まあ、古典定型詩を知って、まあ、素養が教養が分かるみたいなところがあるので、そういったペルシャ詩を織り交ぜながら、まあ、綺麗な言葉で、あとはさらに感覚、その痛みとか孤独とか、うん、そういった感情をに訴えかける形で人々に自分が思うような思想を投げかけていったっていうのがありますね。カリアティの作品の砂漠論集を、はい、あの軽く説明するって書いていた時に、え、詩じゃんみたいな、まあはい、すごい詩的な言語で、なんか全然なんかイデオログだからすごい激烈な訴えかける文章かと思ったら、すごい何でしょう、こう心象風景にこう、はい、なんか影響をするというか、それにアクセスするような文章で、あ、こういうなのかなと思って、はい、でもあんまないなと思ってたら、でも冷静に考えたら僕の卒論で扱ったエメセゼールの帰郷ノートっていうのは非常に詩なんですけど、はい、エメセゼールに関する動画の別で撮ってあるのでちょっとそれ見てほしいんですけど、はい、それに関して詩によってこう人々にのアイデンティティを想起させるっていうんで、あ、セゼールだと思って喋ってたら、なんかセゼールとあのシャリアティがちょっと関連性があるというふうに聞いたんですけど、はい、シャリアティもイランで生まれて、イランで大学を出て教育を受けて、その後フランスに留学していて、まあ、そこで、まあ、第三世界のことだったりとか、サルトルにあって思想主義を学んだりとか、まあ、社会学を学んだりとかするんですけど、そこで、まあ、ファノンに会ったり、あとはそのセゼールのことを、まあ、知ったりして、チャリアティ自身もそれを見てどこに立ち戻ればいいかとか、自分たちの故郷は何かとか、歴史観は何かっていうのを、まあ、考えていくんですよね。やっぱそうなんですよね、うん、セゼールの帰郷ノートも自分たちのアイデンティティをどこに求めるのかっていうのが非常に問題視されていて、まあ、第三世界の人々に求めるのか、あるいはまあアフリカに求めるのか、こう右往左往してきた結果、あの自分たちの文化歴史に戻っていく、戻るというか、それをこう基盤に形成しようという話なんですけど、はい、ちなみにその文化って何かみたいな、いやそれがですね結構なんか曖昧というか、はいはいはい、なんかこうまあこれはちょっと、まあ、あんま迂闊なことは言えないと思うんですけどまあちょっとあの帰郷ノートを読む限り、文化、はい、自分たち歩んでた、この虐げられてきた歴史文化とか、はいはいはい、それを受けて生み出された文化という感じでは言われてるんですけど、はい、じゃあ具体的に何を指すのか、どういうふうになるのかっていうのは、また抽象的な言及にとどま、はい、なんか留まってるように僕は印象を受けて、まあそれちょっとデゼールが言ってるのか言ってなかったのか、それとも自分があの読解できてないのかっていうのがちょっと分かんないので、ちょっと判断は保留なんですけど、はい、シャリアティの場合はどうですか。そうですね、今私が、まあ、読んでる限りだと、文化そのものはその民衆が作り上げた総体、民衆のその感情とか民衆の動きそのものが文化で、まあ、それその人々の動きをこう形作っていくのが、まあ、宗教であり信仰であるっていうふうに元々考えていくんですよね。イランではペルシャ文学の地位が高いっていうふうに伺ったんですけど、それについて、みんなが知っている、みんなが共通して持っている文化の一つで、多分タクシーに乗ってタクシーのおじちゃんに、あの好きな詩はあるかっていうと、なんか1個か2個ちょろちょろってやってくれるみたいな感じですね。教養、まあ、政治家とか、まあ、知識でもそうですけど、どのくらい詩を覚えているかが、どのくらい、まあ、教養があるかとすごいつながっているので、うん、なんか僕たちで言うなんか春は明け物みたいな、はいはい、そういったなんかニュアンスってあってますか。それともそうです、今のペルシャ語が完成するのはアラブ侵攻があって200年の、まあ、沈黙を経て、今使われているペルシャ語が生まれてくるんですけど、まあ、その結果としてペルシャ詩があるんですよね。その考え方もイスラム的でありながらも、まあ、イスラム以前に持っていたようなイランの、まあ、二元論的な世界だったりですとか、無常化とかっていうのがものすごく混ざり合った形で現れているので、例えばみんなで集まって詩を、好きな詩を読み合うとか、あとは友達の友達に向かって詩を送ってあげたりとか、好きな人に詩を送ったりとか、そういうのが普通にありますね。あのシャリアティはその、はい、イランの詩の文化に、はい、合わせたというわけじゃないですけど、それに一番こう最もな形としてできたのかなっていう感じはありますね。そうですね、やっぱシャリアティ的にもペルシャ詩っていうのが、まあ、自分たちが誇る文化の一つであって、しかもペルシャ詩の中でも、まあ、最高峰って言われるペルシャ神秘主義詩なんです、うん、それまでは
宮廷文学、宮廷の中で宮廷史が始まっていくんですけど、まあ、それがその神秘主義と重なってペルシャ語で書かれた神秘主義史が出てくるんですけど、まあ、それはそのまあ王のためとかではなくて自分と神の関係をまあ恋愛愛とかそういうまあ非常に美しい形で表現したペルシャ史があるんですけど、まあ、そこにシャリアティはものすごくまあ重点を置いていて、それを踏まえながらまあ自分の世界観を展開していった。セゼールも訴えかけて、まあ、セゼールの場合はちょっと戦後政治家として移って、はい、でその政治家としてのキャリアはあまりこう芳しくなかったっていうのが歴史があって、それをまあ踏まえたというか、なんかそれと対比される形でシャリアティがいかにたちのこの、はい、あのアイデンティティやどこにあるかっていうのをこう、うん、一番こうイランの文化に合った形で出して、でそれがイラン革命につながったっていうのは非常にいろんな思いというか、はい、すごいなというか。でシャリアティも50年代くらいまでは政治家としてたんですよ。ああそうなんですね。でそこから大学に入って一回政治家とは距離を置いておくんですけど、フランスに留学してやっぱ第三世界の話とかを見て、うん、もう一回やってみるぞってことで結構フランスでなんか政治家とをして帰ってくるんですけど、まあ、帰ってきてブラックがあって大学に教授としてつくんですけど、まあ、そこから政治家とは距離を置いて初めてその政治活動なんか何かに寄りかかるのではなく自分自身で思想を作って訴えかけているっていうのがありますね。なるほど。というわけでちょっとこの動画が一体どういう動画になるかちょっとわからないですけど、なんか興味ある、まあ、シャリアっていう、まあ、先生もそうなんですけど先生の話はブックガイドというか、はい、日本だと一冊シャリアッティの有名な代表的な著作が翻訳があるんですけど、はいはい、イスラーム再構築の思想みたいなのがあって、はいはいで、それは革命直後にイラン国内外でシャリアティイコール革命ルールっていうふうに言われた時の根拠とされた代表的な著作ですね。なるほど。で、まあ、それを読んでまずは興味がある方よかったら読んでいただければいいなと思うんですけど、はい、まあ、この本はもう本当にシャリアティがイスラムとは何かとか、うん、自分たちのイスラムはどこにあるのかっていう、まあ、根本的な話をしているので文学的な要素はちょっと色を潜めてるとか、ちょっとあんまり感じられないかなとは思うんですけど、逆にそうか、文学的な色をより感じたいならペルシャ語を学ぼうというそうですね。今ちょっと翻訳をするんですけど、あ、そうなんですか。めちゃくちゃ難しいですね。というわけで先ほど挙げられたその本は概要欄に貼っておきます。もし興味ある方は見てください。はい、本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。